はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は iPad でこういうメニュー表を作りたいときに使える画像の切り抜き方法っていうのを紹介していきたいと思います。で、私が運営している iPad Mate っていうオンラインコミュニティの中で、メンバーさんの一人がこういうね、 iPad だけでこういうメニュー表を作っていらっしゃる方がいるんですよ。すごくないですか。これ全部 iPad で作ってるんですよ。おかみさんっていう方なんですけど、まあ、そのおかみさんがこういうメニュー表を作るにあたって、この画像の切り抜きをしたいと、例えばこういうカニ味噌の料理のカニのところだけを切り抜きたいっていう質問を投げかけてくれたんですね。で、こういう鍋のところとかね、楕円形で切り抜いてメニューに貼りたいっていう質問を受けたので、今日はメンバーさんからの質問に答える回ということでやっていきたいと思います。で、今日使うアプリはアフィニティフォトっていう結構プロ向けの画像加工ができるアプリなんですけど、これを使うとすごく綺麗に切り抜くことができます。で、このアプリ通常だったら2400円なんですけど、今セール期間中で 50% オフの1200円で買うことができます。4月20日までなので、ぜひこの機会に皆さん買ってみてください。はい、じゃあ始めていきます。アフィニティフォトを立ち上げたら、右上のプラスボタンから始めていきます。で、今回はフォトから読み込むっていうボタンを押して、その中からさっきのこの鍋の写真ですね、これから始めていきます。で、アフィニティフォトは基本的に左側にツールパネル、右側にプロパティパネルが並んでます。プロパティパネルはレイヤーだったりとかカラー、あとはフィルターの項目が右側になります。で、左側はトリミングだったり移動ツールっていうのが入ってますね。で、アフィニティフォトにはですね、上にもバーがあります。で、ここモード切り替えなんですけど、モードは左から写真モード、次選択モード、歪みモード、現像モードと並んでいます。で、このモードを切り替えながら画像加工をしていくんですけど、ちょっとね、最初ツールがたくさんあって結構ややこしくなっちゃうかもしれないんですけど、徐々に覚えていってほしいです。で、今回使うのは写真モードです。左から2番目、写真モードというところを選択した状態で、画像の切り抜きだったりとかをやっていきます。で、この写真モードに切り替えると、左のツールパネルの仕様が変わります。使えるツールが変わるんですけど、今回はこの中の上から3番目、スマート選択ブラシツールっていうのを使います。で、これを使ってこの鍋のところをですね、選択して後から切り抜くっていう風に進んでいくので、このスマート選択ブラシツールを、取った状態でこうやってアップルペンシルでこの鍋の上をなぞってみてください。で、そうすると今点々々が見えてると思うんですけど、このコンピューターがですね、自動的にこの被写体というかオブジェクトを検知して選択してくれます。こんな感じで、で、綺麗になぞらなくても適当にさーってやるだけで、こう鍋のところだけが選択してくれると。で、これがスマート選択ブラシツールと言います。で、このやり方でもいいんですけど、もう一個やり方としては、フリーハンドツールっていうのがあります。左のツールパネルの上から4番目、フリーハンドツールです。これは何かっていうと、アップルペンシルでこの範囲を自動自分でこう囲ってあげるというようなツールなんですけど、この状態でこの鍋のところをですね、自分でなぞって囲っていく、これがフリーハンドツールです。で、どっち使ってもらっても全然いいんですけど、私がおすすめなのはスマート洗濯ブラシツールですね。これの方が結構楽だし、綺麗に洗濯してくれるので、ぜひスマート洗濯ブラシを使ってください。で、下にブラシのサイズとかがあるので、ブラシのサイズを調整しながらこうやって囲っていくと綺麗に囲うことができます。で、ざっくり選択範囲が取れたんですけど、例えばこういう上のところね、ちょっとはみ出しちゃってるところあると思うんですけど、これをマイナスする、除去するためには下のパネルを使います。で、左側のところにですね、今追加ってなってるところがあるんですけど、これをタップすると除去っていうのになります。で、除去のモードにしてなぞると選択範囲がマイナスになります。こんな感じで、で、逆に追加を押してまたなぞると選択範囲が追加されます。で、この除去と追加を、切り替えながらこう選択範囲を作っていくというような感じです。なので、はみ出しているところは除去にしてこうやってなぞっていきます。
はい、じゃあ選択範囲作れました。これを切り抜いていくんですけど、切り抜くときはレイヤーパネル、右側のレイヤーパネル出して、プラスボタンを押してください。で、その中にマスクレイヤーっていうのがあるので、これを押します。で、そうすると今選択しているところだけが残って、背景がこう非表示になったような感じで消えます。で、これがマスクというんですけど、こういう感じでですね、どんどん画像の一部を切り抜いていくっていうようなプロセスになります。で、このレイヤーのところ三角ボタンがあるので、これポチって押すと、下にこのマスクレイヤーっていうのが出てくるんですけど、これをチェックを押したり、押さなかったりすると、表示非表示に切り替わってくれます。で、この鍋の下のところを見るとですね、今ちょっと洗濯範囲がガタガタになってるというか、滑らかじゃないですよね。で、これ綺麗にする方法なんですけど、今マスクレイヤーが洗濯されている状態で、上のモードのところを写真モードにします。で、そうすると左側にブラシツールっていうのが出てくるんですけど、このブラシツールを持ちます。ちょっとここややこしいのでしっかり見てください。で、ブラシツール持つと下に、ブラシ項目が出てくるんですけど、これで黒色を取ります。黒色。ブラシの色を黒色取ります。で、黒でマスクのところをなぞると非表示になるんです。画像が消えたように見えます。で、逆にこの色をですね、白色に変えてなぞると、画像がですね、表示されます。なので画像が復活してくるような感じですね。こんな感じで。で、これがマスクなんですけど、マスクは基本的に白か黒です。黒でなぞると非表示、白でなぞると表示なんですけど、この機能を使って、このエッジのところをですね、綺麗にしていくんです。Apple Pencilでなぞると、エッジのところがね、こんな感じで、綺麗に消したり、追加したりっていうのができるので、ここで調節していきます。ここは結構ポイントになるので、ちょっと今のややこしかったかもしれないんですけど、何回かリピートして覚えてもらえると嬉しいです。はい、じゃあこんな感じで切り抜きできたんで、この切り抜いたものを書き出していきましょう。書き出すときは左の上の書き出しボタンです。ここの中から書き出しを押します。で、そうすると書き出しオプションが出てくるので、この中からピングを選んでください。ピングです。で、下の共有ボタンの中から画像保存を押すと写真フォルダの中にこんな感じで入ってます。背景のところが透明加工になってますね。なので違うアプリに持って行って貼り付けたりすることもできるので、こんな感じで書き出していってください。はい、じゃあこの要領でちょっとサクッとこのカニ味噌のやつも切り抜いていきたいと思います。おさらいになるんですけど、切り抜くときは選択モードに切り替えて、左のツールパネルの中からスマート洗濯ブラシを選択します。で、こんな感じで適当に Apple Pencil でなぞる。なぞります。で、はみ出しちゃったところは下の追加とか除去とかをここ切り替えながら、追加したりこうマイナスしたりね、して選択範囲を作っていきます。で、こういう細かいところのエッジとかはですね、ブラシのサイズを細くしてなぞると綺麗になぞることができます。で、選択範囲が作れたら、これにマスクをかけて切り抜いていきます。切り抜くときは、ここのプラスボタンからマスクレイヤーです。で、そうすると背景が切り抜かれて、選択したところだけが残ったような状態になります。で、細かいこのカニのエッジの部分っていうのはブラシを使って調整していきます。マスクっていうのを選択した状態で上のパネルの中から写真モードを選びます。で、左のブラシを取って、色は黒で、か白です。色は黒か白を取って、黒は非表示、白は表示なので、このエッジのところをですね、どちらかの色を取ってなぞっていきます。で、こんな感じでエッジのところが綺麗にできたんですけど、もしこのカニのサイズとかを変形させたいときは、移動ツールっていうのを使います。移動ツールは左のツールバーの上から2番目、矢印のマークなんですけど、これを使うとこうやってサイズ変形かけたりとか、位置を調節したりすることができます。で、ちょっと背景つけてみましょうか。背景つけるときは、このプラスボタン、レイヤーパネルのプラスボタンから塗りつぶしレイヤーっていうのがあるので、この塗りつぶしレイヤーを押します。で、そうすると、この塗りつぶしされてるんですけど、これはカラーパレットに指定してる色で塗りつぶされてるっていうような状態になるので、
右のカラーパレットのところからですね、色をピックアップして塗りつぶしていくと。で、レイヤーの順番を変えます。この下になってるカニのレイヤーを上に持ってくると、こんな感じでね、カニがあって、その下に塗りつぶしがあるというようなレイヤー構造になります。で、ちょっとこのカニさんにですね、ドロップシャドウをつけてみたいと思います。ドロップシャドウをつけるときは、右のプロパティパネルの中に FX っていうフィルターみたいなのをかける項目があるんですけど、その中に外側のシャドウっていう項目があります。これをオンにしてください。で、オンにして、またその外側のシャドウのところをですね、タッチすると下にバーが出てくるんですけど、ここでシャドウのサイズだったりとか濃さ、あとは位置とかをね、調整していくんです。で、今ちょっと半径っていうのを大きくしたんですけど、そうするとこんな感じでカニのドロップシャドウが下につくような仕様になってます。で、まあ薄さとかね、あんまり濃すぎるとちょっとえぐい感じになるので、薄めにして自然な感じでドロップシャドウをつけてください。で、うまくできるとこんな感じになります。結構ね、自然に乗っかってるようになってると思うんですけど、まあ、こんな感じで切り抜いたやつにフィルターとかいろいろ画像加工、色調整とかもできるので、まあ、フィルターの項目もいろいろ触って見てもらえるといいんじゃないかなと思います。で、最後ちょっとね、テキストを載せてメニューみたいな感じにして終わっていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで完成になります。いかがでしょうか。結構なんかメニューの一部みたいな感じでできたんじゃないかなと思います。で、アフィニティフォトすごいたくさんね、機能があって、ちょっと最初戸惑うかもしれないんですけど、この選択ツールと、あとマスクの機能を覚えて、それだけを使うために買っても本当にいいと思うぐらい優秀なアプリなので、ぜひ皆さんね、これチェックしてみてください。で、今回画像提供してくれたおかみさん、ありがとうございます。おかみさんはですね、もつ鍋やじろべえっていうお店やってらっしゃるんですけど、そのメニューをですね、なんとこんな感じで、アフィニティフォトと、あとページーズ、純正のアプリページーズを使って、ものすごいクオリティのものをですね、仕上げるすごい方なので、私これ見てね、本当にびっくりしたんですけど、すごいと思って、見てください、こういうのとかもね。今までだったら Mac でしかできないと私も思ってたんですけど、これが iPad でもできるっていうのをですね、おかみさんが結構証明してくれたので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。で、おかみさんも引き続き Affinity Photo 使って画像切り抜きとかしてね、いろいろメニュー作ってほしいなって思います。ぜひできたら、また共有してもらえると嬉しいです。で、iPad Mate ではですね、こんな感じで質問コーナーに答えたりとか、あとは私のライブセミナーを最近はよくやってます。で、最近やったのは、この Affinity Photo を使って、さっきの選択ツールとかマスクを使って、こういうね、ヨガと、あと女の子が絡み合ったような複雑な画像合成の方法とかも紹介しています。結構1時間半ぐらいかけて、ゆっくり丁寧に解説してるので、ちゃんとね、このアフィニティフォトを学びたいっていう人は、ぜひ iPad Mate の方も、コミュニティの方も見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあ今日は以上にしたいと思います。この動画が役に立ったら、ぜひいいねボタンを押してもらえると、すごい励みになるので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。